はい、ナチュラルベーシアの柴田です。外でこうやって撮ってるのがね、懐かしいというか、あまりね、ないんですけど、最近ね、ちょっと恥ずかしいところに出てきました。ではありますが、そうですね、今回ネットの方でね、販売、のみではないんですけど、一応まあ告知としてはネットの方が先行なので、その方をさせていただくんですけども、クリスマス過ぎましたが、クリスマスのね、カカオスペシャルっていうですね、はい、シフォンケーキ、ね、ホールのね、シフォンケーキ、これがね、非常に好評だった結果でですね、またね、ちょっとお願いしたいというお話もありまして、ということでですね、レギュラー化いたします。はい、この後レギュラー化をいたしました。名付けてありがとうシフォンですね、感謝の思いを伝えるシフォンケーキということで、ありがとうシフォンと名付けました。はい、ありがとうシフォン。はい、ということで、カカオベースですね、もうちょっと苦味のある、ちょっと大人な感じのね、シフォンケーキなんですけど、中にね、ちょっとこう入ってるムースとかいろいろちょっと入ってまして、それがまたね、肝で、またこれが合わさって、もう素敵なハーモニー、美味しいです。もう絶対ね、笑顔になること間違いないです。はい、幸せな気分になりますので、ぜひ贈り物にね、最適かなというので、ね、大切な人に思いを届けたいとかですね、あとは、まあ、来年、バレンタインも近いですね、はい、そんな時に思いを、ね、伝えたい。で、大人の、ね、バレンタインなんていいかなと思います。はい、そんな、シフォンケーキを販売ありがとうシフォン、ね、ホームページとかベースね、買えますので、ね、ぜひ見てみてください。はい、全然期待裏切りませんので、はい、よかったら見てみてください。ということで、ちょっと告知ではございました。では、失礼します。